はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。なんと今日は2本目の芸能ネタでございまして、私がですね、分かる数少ない名前と顔の位置する数少ない、タレントさんの一人ですね、松本潤さん、嵐ですよね。嵐って今あれですよね、リーダーの大野さんが抜けたかなんかで活動休止中ですよね。はい、まあいいんですけど、これは11月1日、昨日、おとといに出た記事でして、どうする家康は松本潤の黒歴史にクエスチョン。大河視聴率で元カノ主演作以下、二宮和也との差拡大という、これはですね、日刊現代ですね。日刊現代の記事でございます。いよいよ佳境に入った嵐松本潤主演の NHK 大河どうする家康が、前話視聴率が大河ワースト2ほぼ確定などと一部で報じられ、妖怪内外がざわついていると、ふーんという感じですね。もうクランクアップしてるでしょ、これ11月に入ってですね、まだ撮ってるってことはないですよね。大河ドラマ歴代ワースト1は2019年放送の伊達天東京オリンピック話、主演中村勘九郎、阿部サダヲの 8.2%。 現時点で2位は2010年平清盛、松山健一と2015年花萌、井上真央の 12.0%。 12.0 もあったん。確かオリンピック話ってなんかよくわからなかったですよね、なんか。そして10月29日の第41話を放送したどうする家康は 11.1% となっている。まあ、そのオリンピック話はちょっと何と言いましょうか、企画が外れたような感じですね。で、平の清盛はなんかあれ暗い画面だったような気がしますね。花模様はあれですよね、吉田松陰の妹の話だったような気がしますけども、吉田松陰の妹ってね、ものすごいブサイクやったらしいんですよ。こんなこと言うたらあかんのですけど、だからですね、あれですね、その吉田松陰のこう、まあ、一番弟子みたいなですね、草加玄瑞って言うんですけど、彼にお前うちの妹もろてくれへんかったら、いやいやそんなあんなブースって言われたという記録が残ってるようでございます。草加玄瑞っていうのは男前だったらしいですね。まあ、よう分かりませんけどね、吉田松陰の妹って明治まで生きてますよね、よう知らんけど。まあええけど、どうする家康は全48回予定なので残り7話、単純計算で残り全てが 17% を超えていないとワースト2位は確定です。最近は10から 11% 程度の数字しか取れていないのでかなり厳しい状況でしょう。伊達天は近現代史を扱っている。つまりどうする家康は、お箱の戦国時代劇ワースト1位という不名誉な結果に生まれそうなのです。テレビ誌ライター。戦国って人気ありますからね。全体の視聴率が下がっているとはいえ、昨年の鎌倉殿の13人、小栗旬でも 12.7%。あれそんな良くなかったんですか？私の周りのですね、歴史オタクはみんな喜んでましたよ。何が面白いなと思ってましたけど。見てませんよ、私当然。今まさに色な意味で注目を集めている。あの嵐の松潤にとっては黒歴史になりかねないと。もう1ページいきましょうか。かつて、松潤と交際を噂され、今となれば元カノともっぱらの井上真央主演作を下回るというのも何か象徴的な感じもしますよねと、スポーツ紙芸能担当デスクはこう続ける。個人で数字を稼げる潜在視聴率を持っている嵐のメンバーは松潤と二宮和也がツートップとされてきました。二宮が早々と個人では独立宣言したので、さあ松潤はどうすると熱い視線が注がれていますが、鳴り物入りだった大河主演作が不発に終わりそうで、しばらくおとなしくせざるを得ない。そういや最近井上真央さんをお見かけしたいような気がしますけど、どうなさったんでしょうね。
ひたすらあですね、学会のイベントに出てるんでしょうかね。まあ、それは寂しい話でございまして、昔あれを見ましたよ、映画のですね、何だかな、花より団子。もうですね、14、15年前ですね。あれ松潤と井上真央でしたよね、確かね。14、15年前やったような気がします、映画館で見に行きました。なんでお前そんな見てんって言ったら、家の付き合いでございます。はい、そもそも松潤は旧ジャニーズ事務所にいろいろかばってきてもらった恩義があるので、二宮のように個人では独立とは簡単にいかない。あ、そうなんですか。何かばってもらったの。たとえあらぬ噂だったとしても、今の逆風の中で、過去の醜聞が漏れでもしたら、いかにも松潤と いかに松潤といっても致命傷になりかねませんからね。しばらく二宮との差が広がりそうですと。二宮さんはビバントに出てまして、あのビバントの中で一番ハマってない役は二宮さんだと私は思いましたけどね。あの君ハマってないよと。大体その役所広司の慎重さがありすぎたような気がしますけどね。まあまあいいけど、まあそれはいいとしましてですね、評判よろしくないですね、小松潤さん。徳川家康の撮影の裏話でもですね、パワハラをやってるみたいな様子が伝えられたりして、ただね、これ松潤さんが悪いのかというと、僕はあのコンセプトが良くなかったんちゃうかなと思いますね。どうする家康という、その家康像というものをですね、こう今の家康像をひっくり返してですね、こう家康の情けない面からこう迫っていこうということなんですけども、ちょっとですね、軽すぎるという気がしましたね。ちらちらと見ましたけど、ちょっと軽すぎるんちゃうかなという気がしましたね。やっぱりあのね、厳然といるんですよ、家康ファンというのが。信長、秀吉、家康でしょ。信長好きもいればですね、秀吉好きもいればですね、家康好きもいるんですよ、日本人には。分かれるんですよ、大体。で、その中の家康好きをですね、うまく取り込めなかったんではないでしょうかね。何と言いましょうか、家康好きというのはどういうんでしょう、手堅いというか安定感を好むタイプですね。信長好きというのは合理性を好む人々ですね。秀吉好きというのはですね、こう才覚才能を尊ぶ人々であって、いわゆるサラリーマンタイプは家康なんですよ。で、まあ好き好きはありますけどね、そのやっぱり3分の1ずつぐらいいるんじゃないかと僕は思うんですよね。歴史好きの中で、戦国好きの中でですね、この 3つに分けたら。もう最近はね、信玄が好きやとか謙信が好きやとか、あるいはそのあれがね、謙信の部下、謙信の2代目の部下だったあの人が好きだとかね、まあ色々ありますよ。いろいろありますけども、まあまあ3つに分けたらそうなりまして、その家康好きをうまくですね引っ張れなかったんちゃうんかなという気がします。であとね、やっぱりね、ちょっとね、歴史考証が甘いかもしれませんね。現代風にこう直してはいるんですけどね、直してはいるけど、ちょっとそこに飛躍しすぎてですね、僕らみたいな昭和親父系がですね、こんなことやるのみたいなですね、ちょっとそれそこまでやらんでええんちゃうのみたいなですね、そんなですね、思いを抱かせたんで、こうオールドファンも逃げていったと。で、普通の家康ファンもですね、違和感を抱いたというところが失敗の原因であって、松潤はまあ頑張ってたんちゃうんですか、あれあれはあれなりにですね、今の家康像ではないですけどね、まああれはあれなりに頑張ってたんちゃうかな。松潤一人のせいにするのはかわいそうというふうに私は思いますけどね。まあね、井上真央もね、あんなん吉祥院の妹なんていうのはね、大河で取り上げるようなあれちゃうんですよ、はっきり言うて。たまには女性ということなんでしょうけど、ちゃうちょっとあれだから、取り上げたあれがよろしくなかった。
で多分ほいで来年のね、紫の君ですか、光る君やったかな、紫式部の光源氏でしょ、多分失敗しますよ。王朝物語なんてね、一般の人見ても何もおもろないもん、ほんまに。はい、ということで、このですね、日刊現代のですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。